キャビネット付き便器の J-FIT なら、見た目すっきりでお掃除楽ちん。おすすめしたいけど、キャビネットのところとか施工が面倒なんてモヤモヤしていませんか？ J-FIT は専用の現場調査シートをご用意。複雑そうな現場調査も順番にチェックしていくだけで抜け漏れなくチェックできます。施工手順も簡単です。キャビネット付きなのにその日のうちに使える半日施工。まずは搬入。梱包の数は組み合わせタイプと同じ3梱包。しかも縦型梱包なので1人搬入でも楽々ですね。施工説明書はタンクキャビネット梱包の一番上に入っています。最初に止水栓と分岐栓を取り付けていきます。止水栓と分岐栓は便器の梱包に入っているので他の梱包を開ける必要がありません。止水栓と分岐栓の取り付けは一般的な洋風便器と同じです。次に便器を取り付けていきます。便器の取り付けは一般的な便器と同じです。続いてタンクを取り出し取り付けていきます。開梱すると一番上にタンクが入ってます。タンクの取り付けは一般的なタンクと同じですね。シャワートイレのフレキホースもタンクキャビネットに梱包されているのでシャワートイレの梱包を開梱する必要はありません。ホース類の取り付けも一般的なトイレと同じです。キャビネットを取り付けていきます。キャビネットは上からかぶせてネジで3箇所固定するだけの楽ちん施工。背面壁に間柱がある場合は下地補強工事も不要です。次にカウンターと手洗い機を取り付けていきます。手洗い機は LR 共通。また手洗い付きは手洗い機の下にカウンターが飲み込まれる構造になっていてカット不要の楽ちん施工です。扉をキャビネットに組み付けます。扉は後ろ扉と前扉のスライド構造になっていてカウンター同様面倒なカットは不要です。最後にシャワートイレの梱包を開梱し取り付けてからサイドカバーを取り付ければ完成です。 J-FIT なら見た目すっきりお掃除楽ちん。ぜひ使ってみてくださいね。